あ、はい、皆さんおはようございます。バーニングラビットの怪しい独り言の時間になりました。本日の朝ごはんはね、具沢山の味噌汁と豆乳のみという、そんな感じでございます。今日は11月17日付の、夕刊フジの記事からいきます。あの小川栄太郎さんっていう方の、特集記事で、内容は、桜を見る会ってね、ちょっと一部巷で話題になっておりますが、それについてのコメントでございます。ちょっと一部読みますね。桜を見る会への一部野党とマスコミによる騒ぎが続いている。公費私物化批判が鳩山由紀夫政権時のブーメランで沈静化すると、今度はホテルニューオータニで開かれた前夜祭に焦点が移ってきている。最近箸忘れた。はい、か。ああ、そうそうそう。で、前夜祭の会費は5000円と。で、なんか、銀座かなんかにあるキューベイっていう寿司のところの寿司が振る舞われたということで、これが普通に行くと1人前1万円なんだって。で、要はその1万円もするものを5000円出したからおかしいんじゃねっていうことなんだけど、1人に1人前ずつ出したどうかすら定かではないし、実はこの小川栄太郎さんが独自に取材をしたら、うちは行ってませんと言ったらしいです。いや、そんな寿司は出てねえ。でしかも、通常はあれだって、こういう政治家の方の、やつは普通は3分の1ぐらいしか用意しないんだって。っていうか、この前にさ、森ゆう子っていう人がほら、夜中になって夜中までかけて質問をなんか出してたっていう疑惑じゃねえけどさ、そっちの方がどうなっちゃったのかなってちょっと思いますね。この人もね、タイトルでね、前夜祭5000円真相を国民をバカにした疑惑風味騒動って言うんだけどさ、だってこれ疑惑でも何でもねえじゃんね。大体ずっと前からやってたことをさ、安倍さんがやっただけの話でさ、でしかも、民主党政権時代はさ、結局民主党もさ、同じことを真似してやってたわけじゃん。んなことさ、どの口で言うんだよな、そんな、そういう疑惑だ、不正だ、なんてさ、自分たちもやってました。なあ。てめえたちがやっててさ、しかも同じことをやってる他の人を叩くって、それどういうことって思うよ。どんだけ面の中が熱いんだって感じだよな。鳩山さんは、頭の中星が飛んでるみたいなんで、どうでもいいけど。そんな感じでね、そう、こんなことに、この疑惑の追及するために国会をやるだけで、1日4億円お金がなくなっちゃうんだよ。法案をちゃんと審議しろよって思うわけ。ね、自分たちでなんかさ、自己満足でさ、質問したとかなんとかつってやるぐらいだったらさ、政治家の方は法律を作るのがお仕事ですので、そっちを頑張っていただきたいと思うんですよね。不正を追及しなきゃなんてさ、警察とかに任しといても俺はいいと思うよ。実際だって国会議員の方には捜査権というものが存在しなくて、国会議員、特に野党の議員の人がする質問っていうのは雑誌とか新聞の内容を鵜呑みにした質問ばっかりで、独自のソースがないんだよね。で、挙句にさ、そんなのさ、フェイクですみたいなこと言われちゃってさ、質問にならねえしさ、全く無駄な質問ばっかりしてるじゃん。その辺改善してほしいと思います。ということで、ちょっとこれからね、朝ごはんにしますんでね、いつもね、閲覧していただいてありがとうございます。バーニングラビットの怪しい独り言、今日も独り言をつぶやいてしまいました。もしよければチャンネル登録、いいねを押していただけると、ろれつですがチャンネル登録、いいねをしていただけるととっても嬉しいです、なんて上から目線で言っておりますが、56歳バツイチ、パーキンソン病になって5年目の私、バーニングラビットがお送りいたしました。本日は一覧ありがとうございました。失礼します。